はい、こんばんは、ヤムリョウと申します。さあ、今日はなんとですね、これ収録してるのが1月22日で、まあ、今日の時に、ね、出すと思いますけど、一応11時に予定してますよね。いやー、びっくりしたことにですね、なんとうちのチャンネルですね、今日12本目のアップロードということでですね、いや、もうやるつもりなかったんですけどね、思いついてしまったんですよね。というのは、今ずっとね、恵方巻特集をやってるんですね、メインチャンネルで。これ、三重県の北中西地域も、私がね、これ、三重県四日市市でやってるんで、そこのね、中心、そこら辺ね、中心に活動してるスーパーマーケットの情報とか、まあ、ここで買えるところなんで、コンビニエンスストアとかで全国店で売ってると思って、それはおかげさまになんか、コンビニのやつとかがね、結構、ご好評いただいてるみたいで、ありがたいところなんですけど、っていうのがあるんで、それをね、ずっと第24回にわたってね、ずーっとね、いろんな店舗を、紹介してきたわけでございます。そしたらね、ふと思ったわけでございますけど、今年ね、2月3日が金曜日なんですよ。そうすると、ね、もしかしたらね、ここでね、うまいこと休みとか入れてね、金土日3連休を作ってね、岡崎にね、東海オンエアさんのね、聖地巡礼に行く人がいるんじゃないかというわけでございますね。そしたら、ここまで大変なことになるわけです。そうです。2月3日にね、意気込んでね、岡崎に行ったとて、岡崎のどこでね、恵方巻きを買えばいいか分からないわけですよ。あ、行ってみたけど、2月3日で恵方、ね、節分じゃないかってなってしまったら、これもう岡崎でね、もうね、どこに行っていいか分からないとかね、恵方巻きを買うためにどうすればいいのかって分からなくなると思うんですね。これはいけません。恵方巻きは食べないといけませんから。これもね、絶対食べないといけませんから。岡崎に聖地巡礼に行ったと、これはもう恵方巻きは食べないといけない。ところから多分恵方巻き特集ね、当然ですね、東海オンエアさんでね、こんなね、すべての店をね、チェックしてね、売価チェックとかやってね、やろうっていうね、そんなことをね、してたらダメなんです。もっといい動画をね、いっぱい出してるわけでございますから。ですのでね、そういったね、汚れ役はね、うちでやろうじゃないかと。まあね、岡崎でね、まあ昔ですけどね、10年ぐらい前ですけど、仕事していたこともあるんで、ちょっと年近まし、まあ、トヨタにずっといましたしね、隣の。まあ、ただ、トヨタにいると逆に岡崎にそんなに行くことがないっていうのは私も、もう24%ぐらいしか分からなかったりするわけですけど、そんなこと置いといても、ないってことがありますしね、まあ一応元スーパーの店員でね、やってたわけでございますから、そのあたりのね、実は一応ね、消防情報とかそういうのでね、一応ね、どこにスーパーがあるかとかである程度の把握をしたりしとった時期があるんで、そのね、昔のね、やつをね、使ってですね、今回ですね、需要があるぞと。ね、もしね、今、もしかしたらこれ2月3日に見てるかもしれません。ね、いざ、岡崎についてみたら、しまった、恵方巻きが買えないじゃないか、どうしようって困った人は、ぜひこの動画を見ていただければ、もう全てが分かるようにしてありますけど、ただね、実感はじっくりかかると思います。がっつりと、見ていただければと思います。早速ね、やっていきましょう。おう。で、どうしようかなとも思ったんですけど、共通のところのやつはね、もう、ざっくりと、データだけ見て説明していこうと思います。どこがずっとやってったっけ？一覧でずらーっと見たらわかりますよね。今までやってきた中で、関係ないのは1号館はない。1号館はない。で、カレセは、フェルナって名前であります。で、ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、スミスト、この辺りはありますもんね。ユニーは、アピタが、岡崎北店がありますよね。岡崎北店だったっけ？大樹寺の方、大門の方か。大門の方にありますよね。あそこは一番よく使ってましたけどね。うちも動画にというか、エッグボードさんって、その中に入ってる、オムライスのね、うまい店があるんですよ。一応、それなりにちゃんと岡崎にね、行ってますからね、そう。ね、そこおすすめですよ。3食のね、オムライスとかめちゃくちゃうまいところがあったりとかするんですけどね。とかが入ってるよとかあって。あと、ピアゴがあるか。ピアゴが、矢作の北の方とかにありますよね。まあ、岡崎城西高校とかあっちの方のね、近くとかの方にも、ピアゴがあって、他にもどっかに、ちょろちょろとあるよね。とかがありますよね。だからユニーはいる。牛トラはないね。牛トラは三重県しかないでしょ。で、イオン、マックス、バユー東海はある。大桑は、岡崎はないよね、まだ。岡崎はないと思うから、非表示にします。バローはあるよな。バロー、山中はある。吉津屋は、多分ない。トライアルできてる？できてたっけ？俺、知らねえな。A コープはないはず。だっても近畿ではないんで、実は、
そう、会社さんによってね、三重県が近畿になるか、三重県が東海になるからね、管轄、支社の管轄が違うことがあるんでね、実はその、スーパーではあまり起こらないんですけど、実は、A コープさんを送るんですね。寿司道場さんの1号館とかはない。味よしは、ないはずだよな。ないよな。塩落ちにして。あ、なんとも、V ドラップある。山彦もない。山彦も、岡崎にはない。山信っていう別のお店があるんで、全然、基本的にも違うところですね。っていう感じですね。ざっと見ていきましょう。まあ、ざっと行くと、まずね、まあね、金瀬は多分、あんまり東海オンエアさんの動画でも出てくることないと思います。っていうのは、ね、結構、そんな中心部の方じゃなくて、だいぶ外れの方に多くて、ね、どこだったっけな、フェルナっていう名前でやってます。ドジュマン。ロジュマン。あれ、じゃあ、そこはね、マルチューが入ってないですわ。なんで、これは関係ない。ごめんなさい。非表示にします。ロジュマン、福岡で有名。福岡町、あっちの方にフェルナっていう店舗があります。価格はね、安いところに設定したんです。最高負けたら998円くらいでどうも出すらしいんですけど、他だと300円台くらいで、買えるような、かなりお得な、太巻きを各種用意して、もう当日販売に割り切ってやるらしいんで、基本的に、予約はその最高負けてはやってるらしいですけど、他のやつは全部当日販売らしいんで、おそらく相当なラインナップが、沿ってると思います。行ったことない人はね、ぜひね、地方からね、もしね、車で行くとかっていう場合でしたら、ぜひね、フェルナ寄ってもらったらいいんじゃないかなと思います。まあ一応ね、一応周りにも、そこで、金瀬の方ですかね、働いてたことがありますからね、店舗は、すごいですよ。多分、他、全国的に見てもすっごく珍しいと思います。一応軽く解説しておきましょうか。フェルナというところがあって、まず、多分普通の人入り口入れないです。入れても多分、まず意味がわからんと思います。まず何かしてみたらいいのかな。まず、買い物カートを持ってください。ね、買い物カートがありません。ここが重要なところでね、買い物カゴってあるじゃないですか。でも買い物カゴってね、会計済みのやつとか来たりとかね、最近はあったりとかね、そういうの準備してとかあるじゃないですか。ね。あれお金かかるじゃないですか。なら買い物カゴをなくしてしまって、その分経費を安くすればいいというですね。そういう、それぐらいまで利く会社です。そうなんです。全振りなんで、とにかくコストカット全振りの、ところなんで、結果的に、じゃあ、買い物カゴをなくせば経費削減になると。スーパーで買い物カゴがないというところが始まるんで、ですので、買い物カート必須です。で、買い物カートを持っていってください。で、買いたいものはもう直接買い物カートに入れてください。はい。で、売り場見ていくと、非常にびっくりすると思います。びっくりするぐらいアイテム数が絞られてます。普通定番だよねっていう商品も平然と置いてません。で、細かいバラエティ商品なんてのは全くないです。んなもん置くぐらいだったら金瀬のプライベートブランド CGC バクシーなんです。っていうぐらいめちゃくちゃ割り切ってます。カップヌードルとかはさすがに、そんなレベルです。そういう感じです。マルちゃんとドンベイだったら片方ないかもしれないくらいの勢い。それ、さすがにこれは両方あるかな。あるけな。っていうぐらい、その代わりにもうめちゃくちゃ安い。めちゃくちゃ安い。もう今でもカップラーメンが70円とかで買えるんですね。カップヌードルはさすがにあれですけどね。カップラーメン、プライベートブランドで70円とかとかがずらっと。置いてあったりしますのでね、非常にお値段も安いですし、で今回も、おまけとかも全部安いですし、売り場のね、やつもね、スーパーなのになんと店内加工調理がほぼゼロとか、フェルナはゼロだ、完全ゼロでやってるはず。惣菜、揚げ物さすがに作ってるかな。いやでもね、三河だってあるもんね、作れるかな。多分ね、本当に全部、お弁当とかもね、全部なんと、もう工場で作ってきて、ドンと並べる。だってね、テントにそれぞれ作ったら、それぞれのところにキッチン設備を置いてってやらないといけないじゃないですか。そんなのコストじゃないか。全部買ったっていうね。凄まじいまでの、割り切り方になりすぎてね。で、ベッドとかもね、見たらね、非常に、多分普通、初見殺しにもほどありますからね。レジもすっげえとこで、そのままカートで行きます。カートで行きます。カートで行ったらピー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 って通してもらって、なんかピー、
なんかね、真ん中に棒みたいなのが立ってて、なんかそこのところに人がいます。ああ、岡崎の店かどうかわからない。岡崎はいいとこだ。フェルナってとこで、ああ、トイレの方は良いとか、上水とかね、あなたにはね、仕事で、別、その後もね、また、その、自分が働いとった時とは別で、別の会社に転勤してから、たまたま上水の、お店の近くとかでね、働いたりしちゃってね、そういうのがあったりしたんですけど、どういたし、で、やってます。横につきますね、ピッピッピッと、なんかここにね、体の加工があります。体のカートがあるんで、なんかね、カゴなんて使いません。カートからカートに着当者のピッ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 って横に伝えます。あ、じゃあこのカート持ってってください。ご利用ありがとうございました。っていうシステムです。で、あとは買い物カートから直接袋に入れちゃってね。うん。そのままね。うん。車移動からね、まあ、手でもあると思って、いいと思うし、あれなんですけど、カートからカートが来てたんですで、その自分空いたところに次の人が、入ったカートが来て、こっちの方に乗せて、ここのカートを持っててっていう、むちゃくちゃ割り切った、フォームチームに取ってたりしますので、ね、その代わり価格は本当に安い。めちゃくちゃ安いで、普通のお稲荷さんとかも99、100円とか150円とかで、いろいろと買えたりしますんで、めちゃくちゃ安いんでね、車でないとちょっと難しいと思います。なかなか公共交通機関で行くにはちょっと難しい場所ばっかし。福岡とかと、あとどこだったっけな、結構いわゆる、刈谷安城寄りの方にね、飛行があったりしますんでね、比較的その、普段、東海オンエアさんの聖地巡礼できるようなところはなかなかないのかなというところですかね。で、いうところかなと思います、ね。で、順番にパッと、とりあえずパッと、こんなペースやってたらダメだって。ちしゃっといきますよね。ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、ミニストップ、これあたりはね、ずらっとありますけど、まあ、セブンイレブン行きますよね。まあ、ローソンもありますけど、まあ、多分、聖地巡礼だと、そっちの方とか行くんじゃないかなということで、パッと、まあ、ファミリーマートとかも行ってくと、まあ、いろいろとありますよと。まあ、多分、当日も店頭でいろいろと、まあ、肉巻きとかがあって、まあ、価格もね、安くになってますけど、まあ、13センチ、9センチと、食べやすい感じですよね、若い方でね、パッと食うんだったら、まあ、他にもね、いろいろとね、キムサツちゃんとかね、まあ、なんか、満腹焼くんだったら、もう、価格変化になるかもって、まあ、10にあるんですけど、まあ、一応紹介しておきますね。セブンイレブンはこんな感じで当たります。まあ、こっちの方行かれて言うとね、まあ、かきやすさんとかの、隣の、お隣の、三重県の熊なんかね、こういうやつだったりしますね。とかっていうのがあったりしますけどね。うん。ずらっとありますよっていうところとかが、まあまあまあ、これだけでもどこでも見れますからね。まあわかりますよね。ローソンとかも、わーっとありますよってことですね。で、ミニストップ、サンシャインエフマキンとかがずらっとありますよってことであれば、まあまあ。だいたい、スーパー、コンビニで買うと13センチから9センチ、ね、ずらっとありますよという感じでございますけど、他のところだとね、どんな感じになるかっていうとね、イオンから行く。イオンがドーンとね、相当いろんなラインナップがあって、複雑にあるんですけど、イオンといえば、まあ、でもイオンはね、結構、南側にある、ところなんで、ちょうど東岡崎駅から、日が丘のところから、JR の岡崎駅の方に、向かってくる途中の辺にイオンあります。でっかいイオンです。青湯の湯とかが近くにあってね、アップとかするようなところですね。うん、前、なんだったっけ、どうかで、前のぐらいの企画か。桜神社の企画で行った時に、結構ガスケットギリギリで、入れたエネオスが、近くにあったりしますからね。ガッチャーっていう感じでのところですね。ずらっとありますよ。まあ、この辺りも、そうだ、この辺りは全部紹介してある動画がうちの動画にあるんで、それ見てください。コンビニ4社とイオンと、ここら辺も全部言ってますから、アビタユニとかもね、ずらーっと言ってます。気になる方は見てもらっていいです。場所だけ知らって言っておきましょう。イオンはそんな感じ、にあるんで、鹿児島屋さんとか、うどん屋さんが近くにあってっていうところら辺のところにあって、近くに声優とかあって、なんか自然優が昔、ちゃんとこだった気がするんですけど、そうやかな。なんだいうのがありますね。もうちょっと昔で言うと、シビコは、ジャスコだったりしましたけど、まあ、そんなものはもうどうでもいいんで、今はもう入ってませんからね。あそこだけかな。イオンはそこだけだね。っていうところです。まあ、大きいですし。まあ、わかりにくくもないですし、行きやすいと思います。まあ、公共交通機関でも行けることないですもんね、そこやったら。うん。バスも、市街岡から直結で行ってますからね。っていうようなところがしますよ。でしょ？まあ、聖地巡礼もいろいろとね、この辺りだったら全然人のほうが来やすいですね。ちょっと外れって言うと、あったユニーか。車で回って、キムサツさんとか行くんだったら、とか大樹寺の方とかね、回るんだったら、こっちのアップサツに行くっていう手もありますからね。うん。
キムサシさんのところからずーっとーんと北に行ったところ、どっちかというと私のイメージが結構アピタを中心に結構物事関連されて、うちの職場の兼ね合いでね、結構アピタ買うことが多かったんですよ。で、いうところだったんで、結構ね、通り道のあたりがアピタになる。逆に、南側のイオンはあんまり行かなくて、稲熊とかあっちの方に、ちょっといろいろと仕事で行っとったんでね。で、その後も東洋館に行ったりとか、そういう感じだったでしょ。それを金屋でね、行くというのは、あっちの方だったんですよね。で、いうところにあるんで、北側もあるんですから、木村さんとか寄って、その後行くんだったら、車でだったら特に、ちょっと行きやすい感じかな、なんていうところだったりしますね。っていうところにあります。ユーミさん、が、あったでしょ。まあ、これもフィアゴとかも間に合いますからね。で、あと、ユートラ、マックスバリア。マックスバリアどこにあったっけ？あれ？意外とない？岡崎？いや、どっかにはあると思うんだけどね。パッと思い出せないよ。どっかにあると。さすがにないはずはない、と思いますので、があるでしょ。で、マックスバリューが行ったでしょ。で、多くはもないと思うけどな。ないやな。で、どこかパッと思いとくところがない。あと、アピタはあれか。ちょっと南側のところにあったっけ？あるよね。あれ、エリオンとか入ってるところ、アピタ入ってたよね。あれ、違ったっけ？どういうか。まあいいや。あと、山中は、あれ、高知通りの北側の方だったっけ？どっかにありますよね。あ、どっかにある。山中もあります。バカなものパンはちょっとピンとこない。ピンとこないけど、あると思う。さすがに。この辺り結構、三河地方でもあんまり少ないか、でもあると思いますよ。それはまああると思います。っていう感じでしょ。で、寿司道場、ここだとはどうでも、関係ないところなんで、V トラックもまあ、そこら確かにありますからね。っていう感じですよね。っていう感じで、残りのところね、いろいろ、俺、画像出してなかったの。びっくりだね。今画像を見たくなってるつもりでずっと話してたけど、いろいろとありましたってこと。詳しくは画像で、すっげえ解説してあるのか、別にあってそっち見てみてください。何の解説だったんだ、20分も。はい、ということでございまして、で、他にあるようなところっていうのを、スラーと言っていこうかなというところでございまして、じゃあ、何がパッと思いつくかっていうと、まず、青木スーパーですよね。青木スーパー、あるかな。はい、と。スタート見ていきましょう。岡崎は3店舗ありますね。この前、うちが行った伊賀店ね。あ、岡崎。みえちゃんの伊賀にもついに青木スーパーできたのかっていう茶番やったところですね。伊賀ってなってますけど、伊賀って満腹屋とかがね、伊賀から、ちょっと東側に行ったところになります。伊賀神社とかがあるんで、意外とそこら辺も観光でもあるかあれかな。まあでもあんまり、季節巡礼のところではないですけどね。厚生道路だから、岡崎厚生店とかこっちの方のが、行きやすいかな。そっちの方からの中にあると、六本も、まあ、ちょっと南ヶ岳にあるという感じ。この3店舗が、岡崎にありますよってことで。あるかな。アスパークは名古屋にあるね、でっかいところですね。エディオンとか入ってたよね、確か。そう。ここはでかいところで、名古屋に新茶から置いてあるってことになりますね。方向きない？あら。あ、もしかしたら違うとか。青木スーパーは、あ、そうだ。伊賀の店とかは岩田食品が入ってたか。あ、だからそっか。青木スーパーは一概に言えないのか。そうですね。ない。あ、六名もそうか。あ、でも、水産のやつがあると思うんで、本巻きでした。これか、あ、不具合情報で入ってますね。よいしょ。アズパーク。特番終了したの？嘘だ。2月28日をもって。嘘。あ、ホームページから見れるようになるんですね。で、どこへ方巻き、ありますね。方巻きのデータが、お、すごい独特ね。独特にね、はい。
広げて、財産教授の極太回収布団、そんなこと言うか。あ、でもこれ、あ、これ本当に入ってくるのかな。これ水産でやってるやつだけじゃないか。あ、これアスパーク用なのかな。直営水産コーナー。水産は多分ほぼほぼ入ってるはずなんで、これは岡崎でもあると思います。本マグロ、マキエコのこと、これだけ入ってるんですね。大マグロ握りとかこういうのか。あ、握りも、いろいろ書いてあるんだ。意外と、三重の方のスーパーだと、握りじゃなくても、本当に太巻きオンリーでずらーっと書いてある感じが多かったり、意外と、握りもわーっと置いてある感じで、で、マグロかなり欲しいですね。で、鉄板も細巻きのやつも置いてんだ。へーっていう感じですね。結構このあたり独特な感じですね。なるほどな。で、デリカは多分、岩田なんでもちょっと変わってくると思います。でしょ？これがまず、青木スーパー。場所的にはそんな感じになるんで、比較的その途中で厚生通りのあたりとか、そっちの方とかだったら、より安いのかもしれません。その伊賀のところも、伊賀から結構そんな近いんで、車だったら本当余裕で全然行けるところですし、っていうところですね。あとは何？岡崎のスーパーっていうと、ドミーだよね。ドミー。どこよりもドミー。ラジオでよく流れてるんで、三重県民の人もよく聞く名前ではあります。どこよりもとみ、岡崎、これ、桃町だったっけな、桃店、こうなんていうか、それね、稲妻、全部そうか、稲妻、若松もそうか。稲妻、この前行ってきましたね。若松とか、この辺、稲妻とか若松、大丈夫、ちょっと北側から、若松もそうか。まあ、大事の方が見えるあれか。とかね。あとは、岡崎駅、東店。これがね、駅がすごく近くにあるんで、非常に便利だと思います。動画でも、東海さんの動画でも、なんかこの外観、ちょっと見覚えある方も多いんじゃないかなっていうところですね。ドミニさんはこんな感じで、あちこちにあって。岡崎では非常に便利かな。私も岡崎にいるときによくここの唐揚げ弁当に忘れるようになってましたね。っていうのがあったりします。そうそうそう。ドミニの唐揚げもね、結構重いですよね。っていうのはありますけど、まあでも唐揚げの方はね、多分、東海オンエアの設置に出ていく方はね、やっぱし、あばちきさんに行くと思うので、まあそこからさらに唐揚げってもなかなかね、あれですからね、満腹役ってあばちきからさらに唐揚げってなるとね、あれですから、やっぱり方向きですよね。ってなると、きつい、きついよね。ですけどね、こんな感じであります。あ、恵方巻き情報ありますね。恵方巻きとどんな感じ？すごい、あれどっかで、どっかで見たって言ったらよろしくない。どこだ？あれだ、アービタのやつのカニ盛りにちょっとあれですね、近い感じがありますけど、やっぱ名古屋の人こういうちょっとあれですね、愛知、名古屋だと、やっぱこういうちょっと派手にドーンと見たっていうの好きなのかな、ありますね。さらに、これ2900円。でもそんな高くない？ 3000 円だもんな。こんだけ入って。あ、で、岡左衛門が、ね。合格祈願、岡左衛門巻き？あ、でも地元の、まずい八丁味噌ね。はいはい、もうこれ八丁味噌のあれですね。うちも丸屋さんですね。角切るさんと丸屋さんね。有名ですけど。の丸屋さんの方ですね。やからし塩の味噌塩した、塩の味噌使用した味噌カツヒレ巻き。ご祈祷の特大棒ヒレカツ。塩。岡左衛門。デザインになってんだ。岡崎行った感出るし、いいじゃないですか。かなり、あ、こんだけ岡崎推しなんだ。すごいですね。いいじゃないですか。これ、多分行ったらちょっといいんじゃないですか。で、三重県ですね。三重県巻きっていうのもあったりする。エビ天、海鮮恵方巻きか。特上海鮮恵方巻きに、三種のマグロ尽くしね。っていう感じですね。で、勝つのもありますよってことで、味噌も味わえるし、ちょうどいいんじゃない？手っ取り早く、丸屋八丁味噌も味わえるし、結構ちゃんと岡崎、ちょうど手っ取り早く味わえますよ。いいじゃないですか。っていう感じです。ちなみにどこ？テラス八幡ってどこだっけ？テラス八幡って、あれ？岡崎じゃなかったっけな？福地？
あ、これ全然違うわ。西尾だ。ごめんなさい、全然違った。あ、なんならうちの動画に通ってるかな。あ、碧南からバスに乗って、碧南からバスに乗って、吉良吉田に行くっていう動画が あるんですよ。なんだったっけ、名鉄ターミナル駅完全制覇の旅だ。あれで行った時にね、通った時に、あー、通ってんだ。ね、たまたま、あっちの方にあるらしいんですけど、まあ、今回のやつに全然関係なかった。はい、ということでございます。っていうのがありますよってことで、これだったらもうリンク貼っておきますので、気になる方、じっくりと見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。ドミー一緒、あとはなんだ、山信。山信は絶対ある。山信。矢作とかって、あっちの方にありますもんね。スーパー、山信。店舗、あんな、どこかと、矢作店。そうそうそう。が、岡崎一緒。うん。ちゃんと覚えてるわ。うん。そうそう。ここはね、あ、一体、あ、ここで写真撮った記憶あるもん。こっちに来たら、こんなスーパーもあるんやってて、いや、初めて三河に行った時にね、こんなんあるんやって、橋目町ですんでね、この辺り。でしょ？ほら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 。キャナリーロードって、ここ岡崎城西で、ね、この辺りね、行くと、スターステルの聖地はここですっていうね。この辺りなんかね、山村さんが昔働いてて、それこそ、2013年の暮れとか、実に14年ぐらいの、だから、東海オンエアさんがここら辺で川下り、この辺りで多分下ってるはずなんですよ。いかだで川下り、川下りしてた時に、うちはこの辺りで、働きながら、この辺りにある、中尾行ったり、この辺りにあるドンキホーテ。ドンキホーテってこっちにある岡崎のドンキホーテが有名ですと、ここにある辺でね、働いとったらね、こっちのドンキホーテで、そのまま帰り、4回転帰ってくとかね、豊焼の方の、支店におったりとかで、位置的にはもうここなんで、あ、そう、ここに意味があるんですよ。で、ここから乗車やって、ここ満腹屋の木武蔵っていうのは、なんだろう、なんかもう恣意的に出てくるね、やっぱ有名店でアクセスが多いんでしょうね。こんな感じで出てくるんだ。わかりやすくていいですね。ちなみに、ここの中園の業務スーパーもお世話になったら、ここよう行ったら、クラボ切れたさ。フラボ、フラボ、あ、やばいぞって言った。あー、わーって。ここら辺から、わーって車が走って、チチチチャーって入って、フラボがふさかさかさって買って、うん、チチチチャーって言って、うちゃーって開けて、作ってましたね。懐かしいな。ちょっと映画発売部とか、こんなあたりですね。アンプスバがあるな、こんなとか。まあ、これ結構、そういう比較的まとまってる感じかな。ここが籠田公園の、岡崎城下ですね。なんか、岡崎公園のところもなんか、今度まだリニューアルして結構綺麗になってるらしいですから、それはそれで行きたいから、まだ、うちもうちで岡崎行きたいんですけどね。また例のメンバーで行こうかなって感じですけど、まあ、他のね、東海オンエア好きの人と行ってもいいですね。山信さん、山信さんは、他はどこがある？梅津場はトヨタ。上郷もトヨタ。若林もトヨタだよな、これ。うん、若林。この、飲み山。もうトヨタか。どこってどこ？ああ、トヨタやだ、横駅の方だ。うん。トヨタの方が詳しいです、私はね。で、大学からトヨタだったら、一期もトヨタだよね。こっち、トヨタでもいいね。うん、上郷もそうだからね。トヨタ上郷から。北の松塚、ここまで、北の松塚まで岡崎だっけ？俺もう辛くなんだよな、これ。意外とこの、川でちゃんと分かれとればさ、分かりやすいんですけど、なんかね、そう、こっち側もね、ちょろっと岡崎なんでね、ちょっとややこしいですよね。似たり安城でしょ？そうそう。ここら辺安城ですから、ウドウとかもこの辺り。ああ、っていう感じのようなところになってます。ちなみに、山信さんは、あ、節分恵方巻き出てるね。どこ、矢作のやつ見た方がいい？矢作のやつだと、かくらしょで、ちょうど出てきた。どんな感じ？ハーフ5本の3000円のセットとか。やっぱ、好きなのね。これ山道さっきドビーであれ言ってたよね。あ、やっぱ、何？三河の人はこのカニをこう巻くの好きなの。うん。まあ、ユニーは、稲沢だから終わりですけど、うん。ハイチの人好きね。カニ好きね。
で、ローストビーフ巻きとかもありますよと。他は、特に、当日の予約限定、あ、これ全部予約限定、ごめんなさい、予約限定らしいです。なんで、当日販売はないらしいです。すいません。通常限定、ごめんなさい、予約オンリーでした。すいません。っていうのがあったりするんですけど、当日も多分発売はさすがにあると思いますんでね、惣菜コーナー、山田君も惣菜強いんでね、山田君も唐揚げは何やかんや言ってんのよ、きっと岡崎のスーパーって唐揚げのクオリティどこも高かったんだよな、唐揚げのラーメンのクオリティほんと高いんだよ、っていう、ところなんでね、単純にそれが楽しくて、これね、トヨタ西部、梅壺あたり、梅壺はもうちょっと行ってもいいな、海津のあたりとか行ってもうまいみたいな、あのあたりからこうずーっとかけていられるかって、これ岡崎のあたりは本当にもうラーメン屋さんゴールドゾーンなんで、ぜひおすすめですけどね、まあまあ当然ね、いろいろと出てるんでね、有名ですけど、っていうところとかあったりしますよ。で、宮崎市のところも、これも全部予約のやつなんでね、当日浜にはちょっと出てないのか、でも多分ね、相当リンクウェイっていうのがあると思います。山の部でしょ？あとなんだ？なんだ？あと何がある？向こう、こっちになくて向こうにあるスーパーって。え？三河屋だ！三河屋あるわ。三河屋。三重県の人に言うと、昔パワーズって組合になったじゃないですか。そこが、三河屋っていうところがやってたやつなんですけど、パワーズっていう業態はもうなくなってるんじゃないかな。ここはね、野菜の皮あたりでまして、もともとお肉屋さんで、肉が強いっていうところで、三河屋ってのがあります。あるはず。岡崎あるよね。稲駒にあったよね。待てよ。会社案内、お店のご案内、案長、そう、稲駒にある。他は、ビッグリムね、パワーズまだあんだ。大井と高槻。大井と高槻ってどこだ？どこ？高槻ってどこだっけ？長浜？大井か。大垣の大井残ってんだ、パワーズが。懐かしい。四日市の方もなくなって10年以上経ちますからね。20年ぐらい前にわーっと勢力をつけてきて、で、三河屋の名前で、安城湖の県なんて、この稲熊が、岡崎ですね。そうそう、アミカがあってね、アミカがあって、ドーミー所、ここがドーミー所で、ここのドーミーのすぐ近く、この辺りに、五平さんっていうね、土地光さんが行ってた、有名な五平餅の専門店。もう本当にその日使うコーヒーも作ってて、めちゃくちゃうまいところらしいんですけど、実はね、私ね、このね、すぐにかスポットってあるんだ。めっちゃ気になる。っていうのがありましたけどね。このね、すぐね、どこって出てくるか。まあまあまあ、ほぼほぼこの画面内に映ってるようなところら辺で、したことがあるんですよね。という感じで、これ働いてるとき本当かなみたいな感じだった。だドミンもよく行きましたけどね。先生はドミンから見て、アミカニはね、またプラドポテト。だからなんでフライドポテトがーい。いいでしょフライドポテトはってでもここはそんなに行かなかったか。いやここでやれるときはあれだ。ここからさ一回のかなと思ったら、やはりの方から邪魔かかってきて。って言うから、英語じゃん、ゲージや、もうアミカやったよ、アミカで勝つんじゃーっていう、そこでやって、はい、おいとか、おいとか、って言ったりとか、なんか、ね、そういうような感じの、ところにしたりとかしな。そう。こっちの店長さんはね、あんな切らすようなこととかあんまなかったっていうことだったので、そうそうそう。結構、店長さんがあれが出たりするんですよね、そういうところにね、なんてことを思い出しながら、懐かしいなぁ、五平さんがね、この辺りを。どこだったっけな。稲子が一丁目交差点下って、ドミーがあって、もうちょっとこっち側か。この辺りはこの辺りですよ。ということでございますね。このドミーがあってっていうところですね。で、あれと、こちら今回は、あれだ。三河屋はちょっと外れた方。このままずっと行って、パチ屋が出てきたところをパカーンって曲がると、満腹屋っていう感じなんですけど、そうだよね。ぐにゃーと曲がって、ここをパチンってなるんです。なんだったっけね。ファンチャドーム。ファンチャドームのところ。
ね、バッキーンとかかるとね、いけますよとかし、あとはここら辺が大事ですね、っていう感じですかね、とかがあると三河屋はどうなんだろう、違うの、岡崎のスーパーマーケット消化じゃないんだ、あくまでもあれだよ、恵方巻きの情報が見たんですけどね、三河屋、なんだっけ、恵方巻き、あ、出てきた。恵方巻きってことで、犬山成田さんでやってた。あ、そっか、あれ三河屋ってまだ五郎丸の方とかにあったっけ、犬山の方ね、あっちの方にあるんね。金瀬のすぐ近くに、行きとって、なかなか、おおってなってましたけど、とかっていうのが、なったりとかする、三河屋さんですけど、本物は肉多いのは、やっぱ元肉屋だからでしょうね。うん。まあ、海鮮もまあ当たって、あ、結構いい、すごいよ。で、ツートップ見て中でローストビーフも置いてきてるし、やっぱ肉、相当力入れてやってる感じがありますよね。ザっていう本物500円じゃなくて、まあ、定番の確認者ってありますもんね。なるほどな。あ、レジェンド、安いやつもあって、バリエーションも豊富ですからね。多分当日販売もいろいろとやってる感じでしょう。この感じだったらね。はい。いいじゃないですか。ご予約、あ、これはご予約特典なんてね、ちょっとね、豆はね、ちょっとついてこないんでね、あれですけど、まあ、どうせね、旅先でね、豆もらっても投げるとこないですからね、投げても、迷惑になっちゃうんでね、というところでね、こういうのがあったりしますよ、ということでございます。まあ、もともと豆はね、マヌ大豆、何せね、お味噌使うのに、大量に使いますからね、というところでございますからね、という感じがあります。詳しくはこちらのパンフをご覧ください、ってなってるよ。うん、あー、という感じで、この中にも全部リンク貼っておきますね。よし。あとどこだ？あとどこがある？あとどこがあるかな？す、もう思いつか。エプロンとかないよね。エプロン生成館。エプロン生成館ってね。いや、エプロンフードはさすがに俺なかったと思うんだけどな。渋谷って言ったらあっちじゃないですよ。うん。渋谷店のとこだったっけな。豊田市の渋谷町ってね、ここがイオン高橋、ハイブリッジのね、高橋のところ。ここもすごいですよ。ジャスコのマーク残ってますからね。しかもくるくるの昔の、赤と緑のジャスコマークのがね、実は残ってる店舗っていうね、すっげえ珍しいところで。この辺りに、最後の、小僧寿司が生き残ってたんですけど、最近亡くなっちゃったらしいですっていう情報を仕入れました。マジか、悲しい。で、ここの、高橋で、高い橋でハイブリッジっていう、A パンか、パチコン屋さんがあってね、いやー、4号機全盛期時代によく先輩迎えに行った。懐かしいわ。ここで先輩が売ってるもんでね、大学時代ね。まあよく送ってもらったんでね、いい思い出でございますけど。うん、なんか、うちが迎えに行くと、ほぼ100パー買ってましたんで、だから、そのまま機嫌よく、よっしゃ、焼肉を買ったぞ。マジっすか？あざっす。よく送ってもらったりしてました。っていうところの近くの、この辺りにあるんで、違う、これはトヨタだから関係ある。あず？大林、小田のこれトヨタだよな。うん、浄水はもう知ってる。浄水の店が一番行ってるか。さっきも言ったけど、この辺りで働いてる。ミヤカっていうとこ、ここは、前通ったことあるか。元宮もこう、全部そうですね。豊田市ですもんね。うん。まあ、ここが一番行きやすいかな。岡崎からだとですけど、まあ、わざわざね、こっちに行くの大変ですからね。ここもここで面白い店舗なんですけどね、生鮮食品の売り方がかなり限定売りでね、ドカーンと、プラスチックの発泡スチロールにドドーンと入った魚に、シャシャシャーって流して、さ、言ってくれたらその場でパッとさばいてね、もう渡しませんでね、ヒュイヨっていう、ザ・魚屋さんみたいな感じのね、やり方なんで面白いところなんですよ。男性好きでね、ついついね、ちょちょいとね、上司に行ったりして、パッとね、調理し、おろしてもらえたりもするの、いいところだったりしますからね、なかなか自分でやると大変ですからね、本当にプロにやってもらっていいんですよ、本当にって思います。うん。いうのが、エプロンさんとかあるけど、これは違うな。あとは何、めぐりや？めぐりやもないっしょ？ないんでしょ？
トヨタだけっしょ、めくりやって。これね、選挙がやってるとかね、トヨタ生活協同組合ってなってるぐらいですからね、多分ね、お店と営業時間があるけど、本店が山の手のとこですよね。ここが一番行ったからね、ちっちゃい店舗もあるんですけどね、三好だろう、滋賀と、でもトヨタだもん。あ、岡崎あるわ。北斗店。北斗店。聞いたことないなぁ。なんかめちゃくちゃ重たいぞ。多分この動画が重たいからでしょうね。結局こっちになるよね。そういうことだよね。ちなみにここは奥殿陣屋、あれですね。ちょっと、まあ、マニアックなって言ったらあれですけど、聖地巡礼にはなるよね、ここ。うん。見たらわかるんじゃないかな。どの陣屋。よいしょ。この辺りの映像とか、チャット見たらね、これですね。陣屋。ここはあれですよね。あれ違ったら嫌だから調べよう。記憶違いでなければ、ここが、哲也さんと、明治南さんが、結婚動画撮った、最後のシーンのところが、ここだったよね、確か。うん。っていうことだったと思う。いろいろとありますよ、ということでございます。まあ、先だね。あ、そうだね。ごめんなさい。もう、驚いてる。やっとね。よしよしよし。あとかよかった。うん。そうですね。やっぱそうだ。うん。ということですね。よし、あって、あって、あった。よし。この辺もちょっとまた、リンクが多くなるな、っていうところですかね。うん、ってことは、ってことは、めぐりは見ないといけないんだ。あるんだね。他はないよね。他、そっか、なんか、そんなとこであって。パンサーも、あ、めぐりは見に。あるんだ。一気とめぐりは見に。一気のめぐりは見にかな。どっちだ、カムカムかな。カムカムか。こっちの方は何回か行ったことあるな。うん。うん、っていうところですけど、めちゃくちゃちっちゃいわ。ほんと、コンビニが、みたいな感じ。コンビニこんなコンビニだとか、めぐり屋なんだ、みたいなね、感じであったりする。でも、総菜コーナーとかも一通り、そうそうで、便利だったり使ってます。結局、ちっちゃい店の方がパッとね、小回り聞いて買い物できるんで、便利だったりするんですよね。結局、買うやつで定番のやつになりますからね、っていうところだったりするんですけど、めぐり屋は、めぐり屋は、そうだな、ない。めぐり屋は、出てるかな、ね、小巻情報は。特に、めぐり屋、新春号、この後に載ってるかな。デジタルブックとかあるんだ。便利。あるかなぁ。あ、顔巻き出てる。よし。めぐりは、地元高校とコラボ企画のやつやる。トヨタ東。へぇー。さなげ農林ね。へぇー。で、この会社の人が、の出すらしいですけど、近くに書くことがなんか、2023年。753歳とかであるらしいですね。なるほど。この辺は通常的にだから4社で予約本人になってくるかもしれませんけどね。なるほどな。こういう感じで、恵方巻き。他にもあるみたいですね。あそこに入れとったのと、プラスアルファあるのかな4-3 ハーフとか、いろいろと出てるみたいですね。なるほどね。他には結構その高校とコラボのやつ、プラスあるかなんかあるのかな。これあたりマグロクトマクとかもいろいろ、18円とかであるんだ。なるほどね。はい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 。結構ガッツリとした感じ。ガッツリと具入ってるのであります。太巻きである長さ、でも長さ、ハーフで9センチ、普通のやつは18円でありますもんね。なるほどな。そうそうそう。このあたりもね、結構スーパーとコンビニとかで違ったりするんですけどね。うん。スーパーはだいたい18センチっていう長いのになってますね。で、セントラル加工で作る、コンビニとかだと13センチっていうね、サイズになったりします。多分機械の兼ね合いだと思いますけどね。とかっていうのがいろいろとあるみたいですね。結構ありますね。長さ18センチあるんでね。
ざーっといろいろありますね。ざーっといろいろとあって、こんなうなぎ、うな玉とかもあるんだ。すげえな。なるほど。で、海鮮たっぷりとかもあって。だって、定番の恵方巻きは、はい、金箔とかもあってね、これ牛カツ。シエカツは高級パらしいな。で、七福、これ三キッパー、一本398円だったら安いな。いいですね。ハーフサイズじゃなくて398円だったら相当、税込み429円だ。相当、スーパーの中でも多分業界最、結構、安い。相当安いですね。ごく一部の、198円で売るとかいうね、ダムーさんとかそういったところはちょっと覗けば、普通に、安いお値段なんでいいと思います。なるほどなぁ。っていうのがあったりするらしいですね。もうないよね。こんなところだよね。うん。まあ、これでもう岡崎観光しててどこかって迷ってもね、もうこれで全然大丈夫ですね。よし。大丈夫だろう。置かないよな。うん。まあ、こんな曲押さえとったら営業時間とかもばらけてますし、いろいろとありますから、ね、満腹が食べた後とかでね、ちょっとね、大変なでもね、ちょっと空いてきてね、せっかくだから、ね、ちょっと浅いとお寿司でもっていう時にはね、ちょうど恵方巻きだって言ってね、こういうのがありますよってことでね、ついでに言うとこんな感じで、だいたいスーパーもありますんで、お得にね、やっぱ、聖地巡礼とか、こういったね、観光するときはね、スーパーマーケットを使うとね、またお得に、地元のものとかも買えますんで、普通に、地元のその、それこそ、八丁味噌とかそういうのも、ちゃんと地元価格で売ってますんでね、意外とお安くいろいろと揃えられたりするんで、いろいろとおすすめでございます。ということでね、こんなところら辺でいいのかな。うん。まあ、よく喋ったし、いいんじゃないかな。という感じでございますね。まあ、岡崎もいろいろとあれば、やっぱり岡崎いろいろとありますね。いいですね。こんなこと言っとったら、また岡崎行きたくなってきた。まあ、うちもまあ、多分近いうち、今はまた行くと思いますからね。また、まあ、プレイも何や早いと食いたいし、というかね、木先に行ってみたいんですよね。なかなか。なかなか平日仕事だとね、なかなか、行くの大変でね、一回は行ってみたいなと思いながらね。そういうような感じで言います。キムサツさんに関しては、うちの周りで東海オンエア、見てないよっていう人でも、知ってて、あそこはラーメン好きなね、仲間とかって人で、いやー、うまいっていう商売やから行ってみたいっていうのでね、意外と東海オンエアファン以外の方、そういうような話とか聞くんでね、行ってみたいねって言ってるんで、まあ、もしかしたら行く機会とかあったら、また行ってきたいなと思っておりますけど、なかなかね、なかなかないのにね、というところでございますね。まあ、どっちにしろ岡崎には行くと思いますんでね。まあ、また岡崎でまた面白いスポットとか見てけど、それはそれでね、岡崎は何しろ数字持ってますかね。だって、うちはだって、普段こんなに頑張っていろいろと撮って、今日も12本も動画上げてね、やってますけど、12本以上ですけどね、やってるのに、うちのところで直近で一番伸びてる動画が、満腹屋入ってくるよって言って、大盛り食ったっていうのをパシッと撮った動画、あれが5000再生だって、ドカッといってますからね。なんだろうね、なんだろうね、岡崎はやっぱ数字を持ってると言うべきなのか、山田さんがあまりにも、ひどい動画を作り続けてるから、ダメなのかっていうところは、まあ、両方の可能性が高いですけどね、ということでございます。ということでね、まあ、こんな感じかな。まあ、いろいろとありますんでね、岡崎また行ってもらったときには、こういったところとかもね、参考にしていただければいいんじゃないかなと思いますと、一応、昔スーパーで働いて、一応岡崎でも仕事をしていたから、一応それなりに、岡崎のスーパーで売ってる恵方巻きの解説ができるんじゃないかなと思って、再生数を狙いに行った動画以上でございます。ご視聴ありがとうございました。ここまで見てる人何人残ってる人いるの本当に。いただきありがとう。ごめんなさい、すっかり忘れてましたね。フィールがあったね。今ね、夕飯食べに行ってね、エンコードかけてね、先に、撮ってて、一回編集かけてね、今まで見てもらったところね。さてと、そのね、編集まとめた。こいつ時間がね、今回にとあったんでね、さて、ご飯を食べて、ってふーっと思い出したらですね、フィールがあった。そうや、フィールめちゃくちゃ岡崎にあるやんと。いうことでね、フィールさんも、最後に差し込んでおきます。すいません。これはね、さすがにフィールさんは、結構ありますよね。フレッシュフーズフィール。フレッシュフーズだって。あ、違う。これ、ナフコか。ただね、似たような感じなんですよ。もともとナフコカニエっていうね、お店だったところですね。なんですけど、ナフコグループっていうのがあって、ナフコっていうのは何て言ったらいいのかな。
なんか吉本興業とか、ウームクリエイターさんみたいな感じで、その、同じ看板の中にはいるんですけど、司法的には全部独立してますよ、みたいな感じの、ところだったんですよね。で、ナフコ管理、ナフコ長谷川、ナフコ藤屋とかが、他にも、何だっけ、八尾章とかあったっけね、いろいろとあったんですよ。で、その中で一番大きかったのがね、ナフコカニエっていうところだったんですけど、そこがね、もう自分たちの、ブランドでやっていくわって言って、ナフコから抜けて、作ったのがフィールっていう会社ですね。ですから、旧ナフコカニエ。まあ、今もナフコって、大割とかだと残ってるかな。木曽川とかに残ってますよね。あれはナフコ藤屋かな。そう。あと、ナフコ、長谷川は今、マックスバリューに買収されて、マックスバリューになってますけどね、とかっていうのが。で、結構だから、一時期ちょっと分かりにくかったんですけど、そういうようなところがあったんですよね。で、その、ナフコから、分離してできたフィールが、三河地方でも結構、展開してて、ナフコ自体はもともとは、尾張の方で強い。名古屋フード、なんだったっけな。カンパニーのとか、なんかね、その、コンパニオンだったっけな、なんかそういうようなあの感じのあれだったんですけど、うん。っていう流れがありますよっていう流れ。さて、店舗情報で、岡崎あるよね。岡崎市。西三河か、岡崎市。そう、あ、違う違う、浜松にもあるんですね、今。岡崎は、大樹寺、えくぼの大樹寺でしょ。あと、掛町。掛町どこだっけ、掛町は、さっきずっと言っとった、稲熊堂のこの図とか、このあたりですよね。で、アークスーパーがここでしょ。んで、それはドミーがここで。で、ここにアミカがアリーノ、そうそうそう、まあまあ、アリーノの、ところで、よし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 。シュッといったとこですね。こっちで掛け持ちそうだ。こっちの方ですね。東公園の方に、のすぐ近くにあります。っていうところですね。まあ、この辺りとかも全然、いろいろと、見に行くこともあるでしょうからね。こっちの方に、フィールあります。フィールは、もういい。追加の分だからそんなに喋ってたら、本当に時間オーバーになるじゃん、この動画。お前のせいだ。俺のせいなんだけど。間違いなく俺のせいなんだけど、キャンペーンとかにもないな。ダメだ。出てこない。出てこないけど、いろいろとありますよ。店舗は、フィールは各地に。これで見た方がいい。しかし、岡崎からの近くのところね、ここがエクボ、あ、コムタウンか。そう。あ、そう、コムタウン、コムタウン。あれだね。あれとか、エディオンとかが入ってるところがここですよね。そう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 、ニトリとか入ってる。そう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 。あそこはそうだ、フィールだ。そうだね。はい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 。とかがあったりとか、あとは、こっちがヤマトかなんだっけ。あ、フェルナン近くのところか、岡崎ヤマト。うん。このフェルナンが言っとった金瀬のところですね。そう。まあ、金瀬の方から作ってるかな。フィールの方が先になるか。ですからね。とかがあったりしますけど、わらしべとかがあって、萩橋があって、ちなみに、八丁町がこの辺りですね。八丁味噌のところ、この辺りということでございますね。ここら辺で八丁味噌、一回ここも行ってみたいんですけどね、なんか味噌のいいの売ってないかなって言って。あと、ウィングタウンとか、この辺りとかもあったりとかが、いうところですね。南公園、これは、福岡か。福岡にもあるんだ。うん。フィール、エクモですね。福岡店ってことで、エクモが小型店だったかなっていう感じですけど、まあ、それ、基本全部、デリカ入ってると、自分のところで入ってると思うんだけどな。違ったらごめんなさい。ウィングタウンがこの辺りで、まあ、これ結構、あちこちにあるんで、フィールも、まあ、使い勝手のいいところかなっていう感じでございますね。まあ、どっちかというと、フィールっていうと、名古屋の方の店はこんな感じで、名古屋の方には店舗が多いんですけどね。そうそうそう。稲田、ここがよく使ってたかな。ハーモニー。ここが一番行ったかな。なんていうところですけどね。まあ、いろいろとありますっていう感じでございます。そう。フィールさんだけは入れとかないとねって思ったけど、残念ながら、絵本向き情報なかったので、多分、まあ、結構オーソドックスに、そういう手が来ると思いますんで、うん。あんまりそんな、ド派手な冒険をすることもないですけど、ちゃんと、しっかりとした、ものを揃えてくるなっていうイメージがあるんで、
多分そういう感じになるんじゃないかなという予想です。予想でしか、ちょっと紹介でしかね。ということでございます。もうこれだけすいません。パッと差し込みました。これで本当に終わるはずです。コナペン殺しという時も思い出さなければね、わー天井、時間、1時間ディレイ、わーということで、これぐらいでね、本当に今度こそ説明させていただこうと思います。ご視聴ありがとうございました。